平野翔の環境意識が光る。平野翔、神宮寺裕太、岸優太のファッションセンスに迫る。カサブランカ、CPO シャヤートジャケット J、W、アンデルソンが語る彼らの魅力とは、ナンバーアンダーライン愛が結成1周年を迎えた2024年10月15日は、多くのファンにとって特別な日でした。まるで兄弟のような3人のメンバー、平野翔、神宮寺裕太、 岸優ユタの温かい絆と若々しいエネルギーが、このユニットを特別なものにしてきました。彼らのファッションセンスもまた、ファンの間で大きな話題となっており、彼らのスタイルから感じられる親しみやすさと、独自の存在感が多くの人々を魅了しています。この記事では、彼らのファッションに焦点を当てながら、その背後にある意味や魅力を探ってみましょう。まず、平野翔さんが身にまとった、カサブランカの、 マッッシシュルームゴッテス T シャツについてて触れてみますこの T シャツは価格が3万9000円前後と高価ではあるものの100%オーガニックコットンを使用し環境に配慮した持続可能なファッションの一例として注目されています白を基調としたデザインはシンプルながらもスタイリッシュで前後にプリントされたグラフィックが目を引く一着です賞賛が着用したサイズ L は彼のスタイルにぴったりフィットし リラックスししした雰囲気を醸し出していますこの T シャツを通して彼が表現するのは単なるファッションアイテムではなく地球環境や未来を意識した持続可能な生活スタイルの一部であるというメッセージかもしれません。多くの若者が環境問題に関心を寄せる中で彼のファッション選択は新しい世代に影響を与える力を持っているのです。次に神宮寺勇太さんのスタイルに目を向けましょう。 彼が着用したのは5万5000円のビンテージ感が漂う CP オシャヤートジャケットです。これはウールとコットンの混合素材を使用しており、ミリタリーテイストを取り入れた一着です。ドライタッチの風合いと上品な毛羽立ちが着る人に洗練された印象を与えます。このジャケットのカラーはコヨテとブラックの2色展開で、それぞれの色合いに微妙な違いがあります。 例えば、コヨテカラーはウール46%、コットン38%、アクリル8%、ポリエステル8%といった素材構成ですが、ブラックカラーになるとコットン37%、ポリエステル32%、ウール31%に変わるなど、細部にわたって工夫が凝らされています。このジャケットのデザインや素材からは、長年愛用できる普遍的なスタイルが感じられ、 神宮寺さんの落ち着いた性格や成熟したファッション感覚を表現しているように思えます。彼の選択は、若者だけでなく、幅広い年齢層の男性にも共感を呼ぶファッションスタイルです。最後に、岸優太さんの装いについて見ていきます。岸さんが選んだのは、J.W. アンデルソンのティータオルオーバーサイズシャツで、価格は約6万円です。このシャツは、 51%コットンと49%リネンで構成されており、アイボリーカラーが特徴的です。ロゴが入ったバンドディテールや、背面にプリーツを施したデザイン、クラシックな襟元とドロップショルダーがアクセントとなり、オーバーサイズのシルエットが今のトレンド感を強調しています。彼の選んだシャツは、アンカーの刺繍が施されており、海の象徴ともいえるこのデザインは、岸さんの名前。 ユータにも通じるような穏やかさと力強さを表現しているようです。このシャツは、リラックスした雰囲気を持ちながらも、どこか上品で洗練された印象を与えるため、岸さんの個性を存分に引き立てています。彼ら3人のファッション選択は、それぞれの個性を反映しながらも、共通して親しみやすさとスタイリッシュさを兼ね備えています。特に、普段着で見せる彼らのファッションは、まるで兄弟のように自然体でありながら、 しっっかりと計算されたスタイルを持っています彼らが的を白やアイボリー、ベージュなどのナチュラルなトーンは視覚的にも穏やかで見る人にリラックスした印象を与えます。この配色は3人の間にある温かい絆やファンとの距離感を表しているのかもしれません。彼らのファッションはただの流行に乗るだけではなく彼ら自身の価値観やライフスタイルを表現する重要な要素となっているのです。また ファッションを通して感じられるのは、彼らの中の良さや、互いに支え合う姿勢です。ファンにとって、彼らは、憧れの存在でありながらも、どこか、身近な存在でもあります。彼らの選ぶファッションアイテムや、そのスタイリングからは、決して気取らない自然体の魅力が溢れており、多くのファンがその姿に共感しています。特に、3人が並んでいる姿を見ると、それぞれの個性が光りながらも、 統一感のあるスタイルが際立ちま,すまるで彼ら自身が一つのユニットとしてファッションを通して一つのメッセージを発信しているかのようです。さらに彼らのファッション選択は日本国内だけでなく海外のファンにも大きな影響を与えています。特に環境に配慮した素材選びや持続可能なファッションブランドの選択は世界的なトレンドとも合致しており彼らがただのアイドルにとまらず。 社会的なメッセージを発信する存在として成長していることを示しています。このような点からも、彼らのファッションは単なる、おしゃれの枠を超えた、意味のある選択と言えるでしょう。現在、世界的にもファッション業界は環境問題に取り組む動きが強まっています。多くのブランドがサステイナブルな素材や製法を取り入れ、消費者に対してもその重要性を訴えています。そんな中で、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが選ぶアイテムは、まさにこの新しい時代のファッションの象徴であり、彼らのファンにとっても共感できる部分が多いのではないでしょうか。彼らが示すスタイルは、見た目の美しさだけでなく、未来を見据えた選択でもあるのです。私たちが彼らのファッションに注目する理由は、単に彼らがアイドルだからではありません。彼らが的を拭くには、彼ら自身の価値観やメッセージが込められており、 それがファンのの心を動かすのですで今後も彼らがどのようなスタイルで私たちに新しいインスピレーションを与えてくれるのか非常に楽しみです。彼らが次にどんなファッションを選ぶのか、どのようなメッセージを発信するのか、ファンにとっては常に興味の尽きない話題です。ファッションは自己表現の一つであり、特にアイドルやアーティストにとっては、自分自身やグループのイメージを強く打ち出す手段となります。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、その若踊りしさと親しみやすさを生かしながらも、ファッションを通じて時には深いメッセージを届けているように感じられます。それは彼らが単なる、流行に敏感な若者ではなく、自分たちの価値観やライフスタイルを反映した選択をしているからこそ、説得力を持つのです。例えば、平野翔さんが着ていた、カサブランカの T シャツ。見た目はカジュアルでリラックスしたスタイルですが、 オーガニックコットンを使用しているという点では環境への配慮が強く感じられます。今やファッション業界は持続可能性を重視し、環境に優しい素材や製造プロセスを選ぶことが重要視されています。平野さんが選んだアイテムはファッションに対する彼の責任感や次世代に対するメッセージとも取れます。彼のファンもまた彼のこうした姿勢に共感し、 日常生活に取り入れることでより大きなムーブメントが生まれるかもしれません。ファッションは個の選択の積み重ねであり、彼の選択が他の人々に与える影響は計り知れません。一方で、神宮寺勇太さんの CPO シャヤートジャケットに見られるヴィンテージ感は、彼の落ち着いた性格を反映しているようです。ヴィンテージファッションは、過去のスタイルを再評価しながらも、時代を超えて愛されるデザインを取り入れることで、 持続可能なファッションの一環とも言えます新品を購入するのではなく、長く使い続けられるアイテムを選ぶことで、ファッションが単なる消費ではなく、価値のある投資となるのです。彼の選択は、長く使えるものを大切にするという意識を表しており、これもまた若者にとって一つの指針となるでしょう。現代のファッションは、単にトレンドを追いかけるだけでなく、どれだけ長くそのアイテムを愛用できるかという。 持続可能なライイフスタイルが神宮寺さんのスタイルはそんな時代の流れにぴったりとフィットしているのです。また岸優太さんの選んだ JW アンデルソンのオーバーサイズシャツは現代のリラックスしたファッションのトレンドを反映しています。オーバーサイズのアイテムは動きやすさや快適さを提供するだけでなくどこか余裕のある大人のスタイルを演出します。 岸さんがこのシャツを選んだ理由には、彼の柔軟な感性が影響しているのかもしれません。アイボリーカラーの柔らかいトーンは、彼の穏やかで優しい性格を反映しており、またシャツに施されたアンカーの刺繍は、彼の名に通じる、しっかりとした基盤や安定感を象徴しているようにも思えます。彼が選ぶファッションアイテムには、常にどこかしらの意味が込められており、それがファンに深い印象を残すのです。 3人のファッションは、それぞれが異なるスタイルを持ちながらも、全体としては統一感があります。それは、彼らの間にある強い絆や、一緒に成長してきた経験が反映されているからでしょう。ファッションを通して彼らが伝えるメッセージは、個々の個性を尊重しながらも、同じ目標に向かって進む、チームとしての姿勢を象徴しています。ファンは、その一体感を感じ取ることで、 彼らへの愛着を一層深めているのかもしれません。また、興味深いのは、彼らが選ぶファッションアイテムが海外ブランドからも多く取り入れられている点です。これにより、彼らのスタイルは国際的な視野を持ち、世界中のファンに共感を呼んでいます。日本国内だけにとどまらず、世界中の若者たちに彼らのファッションやスタイルが影響を与える可能性が高まっているのです。ファッションを通じた国境を越えた交流は、 彼らがグローバルなアイドルとして成長する一つのステップでもあります。実際、彼らの選ぶブランドやスタイルは、海外のファンにも人気があり、彼らが着るアイテムが瞬く間に、売り切れとなる現象がたびたび見られます。これは、ファッションが持つ力、そして彼らの影響力を如実に物語っているでしょう。